見た目だけで判断するならお前は大したことない。だが意外な人物が意外なことをする。目を離さねえからな、お嬢ちゃん。この人まともだとは思えないわ。むしろヤバすぎる。そのおかしな仕掛けはどうやって開くんだ。俺が鍵をそこに置くって本当に思ってんのか。多分お金だろう。お前は罠にかかったんだ。私に任せて。お前らに必要なもんを教えると思うか。ああ、このドアぶっ壊したいぜ。おい、そいつは鍵だな。さあ、それをどこに使う？探せ、楽しいぞ。少なくとも俺はな。こっちだよ。行こう、ここから脱出よ。正直に言う、こんなにすぐ成果が出るとは思わなかったよ。ブラボー。さあ、どこまで行けるか楽しみだな。楽しくなりそうじゃない。パン！やったね。ここよ。興奮してきた。てめえはもう死んでいる。さあ出るぞ。何人も残ったか。ゾンビの餌が増えただけだ。お前らが来た時のために腹を空かせてある。この先も戦うなら、ゲームはもっと邪悪な闇へと向かうぞ。俺は構わない。どう終わろうがな。
こんなの楽勝よ。半分か。まだまだ遠いな。気分はどうだ？ガキども、ハッピーか？私たちって今までで最高のチームよね。お前らは死神の手にかかるのを拒んだ。いいだろう。空気を味わえ。逃げ